はい、どうも、きょんちゃんです。まあ、指定校推薦の話をちょっとしていこうかなと思います。まあ、偏差値40とか人が指定校推薦で早稲田大学に行ったりね、慶応大学に行ったり、立命館大学に行くのを見てると、やっぱりおかしいと思う人がいるのは気持ちはすごいわかるんだけど、やっぱ、でも友達がさ、指定校推薦で早稲田入学したらやっぱおめでとうって言ってあげるべきだし、気合を受かったら本当におめでとう、立命館受かったら本当に本当におめでとうって言ってあげるべきだと思う。そうすることで自分の気持ちがすごいポジティブになって、明日から受験勉強頑張ろうっていう風に思えるからっていうのをすごく言いたかった。ただ指定校推薦は俺もずるいと思う。学校のめちゃくちゃ簡単なテストをちょっと頑張るだけでめちゃくちゃ有名大学に入れちゃうっていうのはずるいよね。しかも落ちないっていうのがすごいずるいと思う。なんで落ちないの？一般入試って落ちるじゃん。指定校ってなんであんなに落ちないの？せこいと思うんだよ。大学受験をやってきた後にでも思うから、本当にそれは今でも思う。本当にね、落ちないのはせこいと思う。あと慶応のさ、AO とかもそうなんだけどさ、AO、せこくないっすかと思うよね。なんか、試験とか全くなくて、俺はこう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 いう優秀な人間ですよっつって、イエーイつって言うだけで、慶応受かっちゃったり、ね、早稲田の AO とかも、俺はこんだけすごい、ね、能力を持った、すごい人間だぞ、どやーっつって言うだけで、早稲田の AO 受かっちゃったりするから、ね、立命館とかも、ちょっと、おいですっていうポジティブな感じで AO 入試受けたら受かっちゃったりするから、AO 入試もちょっとなんかおかしいよね。なんか、大学受験は就活じゃないから。大学受験はちゃんとした試験を、学力を示す場所としての、ね、制度だからね。就活は違うと俺は思う。そう思います。やっ、そんな感じかな。